はい、では始めたいと思います。皆さんこんばんは。今日はデータから分析、合否を分ける勉強法を教えますということで、約1時間のガイダンスですね、実施させていただきたいと思います。担当レクセン講師弁理士の乙美です。はい、担当試験が終わりましたので、今年のちょっと担当試験の分析を踏まえて、今後、どのように勉強を進めていくべきかっていうことですね。簡単に言うとそういう話を、やっていきたいかと思っています。で、一応中継校が、何校か、今回ありますので、ちょっとそのあたり生クラス限定ではありませんので、少しちょっとね、考慮していきたいと思っています。では、手元にですね、レジュメを用意していますので、ちょっとそのあたりですね、使いながらやっていきたいと思います。でまずペラッとめくっていただきますと、担当本試験問題の分析表ということで、正答率が 50% 以上ある問題を、正答率の高い順からこう上からこう並べているような表なんですね。で今回、数えてもらったら分かるんですけども、 ありがとうございます。特実の問題ですね、特実の問題11問ですね、ありました。11問なので、大体毎年、そうなんですけども、大体60% 以上の、ね、ところでいうと9問ですね。で 50% の、ギリギリのところまで拾うと、2問プラスで11問という形になります。で一番正答率が高かったのが、問題だけお見せすると、本試験の問題は特許庁のホームページから見れるんですけどもね、こういう感じなんですよね。で罰則の問題になります。罰則だけの感じではないように見えるんですけども、基本的には罰則の問題かなというところですよね。で罰則の問題で 90% 以上の正答率っていうのは、割と珍しいんですよ。でなんでかっていうと、苦手にする人も多いのでそこまでやってないとかそういうことが多いんですけど、今回ねかなり優しい系統の問題だったので、で、割と最近パラパラ出てくるんで、対応がちゃんとできていたのかなというところもありですね、93.6% が、一番高い正答率の問題でした。で次の特許権実施権の問題も、かなり優しいとは言えるんですけど、ただそのテーマとしてはですね、そんなに毎年出るよっていうようなところのテーマでは実はなくて、でしかも実施権の問題って割と苦手にする人も多いので、そんなに皆さんが得意なところから出てるわけではないんですね。ただ、これあたりは形式が択って書いてるのは択一ね、いって書いてるのはいくつあるか問題です。で択一の方が簡単ですよね、一般的にはね。でいくつあるか問題は一つの枝でも間違っちゃダメなので一般的には難しい。でそうした時に、上二つは 90% 以上のあるものは択一で、しかも内容がすごい優しかったので、割とそういう感じの正答率になるのかなと思ったんですけども、ちょっとね意外だったのが、審判とか再審の問題が12番の問題かなあるんですよ。で、12番だからここですかね。で審判とか再審の問題って割と正答率低めの問題が多くて、択一なので、ちょっと優しかったのかなと思うんだけど、それでも 80% 以上ですから、結構ですね、なんていうのかな、勉強したんだなっていう感じがするんですよね。で全体的に見てですね、これマーカー引いてるところ、マーカーっていうかこのちょっと網がかかってるところっていうのは、絶対出るよねと、毎年絶対出るよねっていうところを、マーカー引いてる感じなんですね。だから予定されている問題ですよね。だから肉の2とか39条優先権、あと全治で出願後の手続き、この辺はいろいろちょっと幅あるんだけども、この辺も絶対出るよねっていう感じのところなんですよ。でそれ以外のところは出たり出なかったりしたりとかするもの で重要度として A と B と C に分けるとしたら、さすがに C ランクからっていう感じではないんですけども、 A だけではなくて B も混在してるっていう状態なんですね。でこの辺のその
なんていうのかな、この御国とか39条優先権、うん、ここはもう完全に処理系の問題なので暗記マターではなく解ける解けないっていうところで勝負がつきます。で逆に言うと、まあ、直前に何もしなくてもある程度解ける状態が早めに来てもずっと維持ができるんですね、直前期まで。で一方で、まあ、この罰則そして、まあ、実施権なんかもそうだし、で仮実施、この辺に関しては、まあ、直前に何とかするようなテーマ、暗記マターなので、まあ、結構条文の細かいところとか読んどかなきゃいけないしっていうような問題なんですね。で審判とかっていうのはちょっと混在してるような感じかな、この辺の審判とかっていうのは混在してる感じ。あ、処理系、まあ、審判もそうですかね、まあ、審判の問題によるんですけど、今回はちょっと暗記マターも入ってるんでここは混在系なんですが、だから特許に関しては今回正答率が高いものがすごく高くて、でちょっとこっちでもびっくりするぐらいの高さのものも多くあったんですけども、ただ一つ一つの難易度がそんなに高くない問題で、でもいくつあるかで出ても確実に解けるぐらいのその問題だった。で、まあ、大体こう予定されているようなところから出てきたところもあって、まあ、11問の正答率だからこれ11問じゃないですか。で意匠法ちょっと見ていただくと7問なんですね。去年8問だったんですけど7問ですね。で商標はこれ6問ですね、正答率50% 以上あるものが。で、条約に関しては6問で、府庁に関しては8問ですよね。だからこれ全部まあ足してもらったら分かるんですけど、18と12か38ですよね。だ今年まあちょっと去年よりも少し難易度が上がったかと思うんですけども、まあ、それでもまあボーダー付近までは来る感じになります。でそうするとですね、まあ、今この正答率が 50% 以上の問題っていうのはどういう問題かっていうと、まあ、今言ったようにマイナーなテーマから、マイナーっていうほどマイナーではないけど、まあ、毎年出るよっていう問題じゃなくても難易度はすごい優しい問題になってる。で毎年出るよっていうテーマもやっぱり確実に出てきている、うん、で意匠法に関してはもっと見てもらったら分かるようにもう準備してるよねと普通はっていうような重要度の A のものばっかりなんですよね。でそういうところから、まあ、普通に出てくると。ですから準備として特別ななんか勉強が必要だったかというとそうではなくて、ただ半分の人が答えられることには確実に付き合っていくっていうことで大体ボーダー付近まで来ますから、でプラスやっぱりその 50% を少し切るような問題も、要は 40% ぐらいの問題も入れれば45点ぐらいは超えてくるので、そういうところを目指せるんじゃないかなっていうところです。でこの正答率っていうのはベーシック生とか中上級生とかだけではなくて、あんまりその勉強してこなかった人たちも当然含んでの、まあ、何十パーという形になるので、例えばベーシック生だけとか、中上級生だけっていうことになるとちょっとまた数字は変わってくるんですよね。でそれでもこれだけの問題がその正答率としては比較的高いもので上がってくるっていうところを見ると、そんな奇抜な試験ではないということは確かかと思います。でただ出た時にやっぱりいくつあるかも結構あるじゃないですか。意匠法なんか見てもらったら分かるんだけども、択一がほとんどなので、まあ、意匠はだからまあ択一だからっていうのは言えるかもしれないんですけども、でも特許だとやっぱりいくつあるかも結構ありますよね。でそういうものも割と正答率の高いところに上がってくるっていうのは、まあ、勉強法としてはその何ていうのかな、ざっくりとしたものではなくて、やっぱりその条文レベルで確実に抑えていくと。でだからこそその優しい問題に関してはいくつあるかで出たとしても解けていくんだということが言えるんじゃないかなと思っています。だからここにまあ載せてテーマ見るとね、そんなところから出たのっていうのはほとんどないんですよ、うん、だって特許でも、まあ、特許権とかってちょっと幅が広いんですけども、あんまり変なところから出てないんですよね。でもし出ていたとしても正答率が低いから別に付き合う必要はなくて、
だから正答率が高いものはやっぱりその出題頻度の高いもの、重要度の高いものが多いですから、そういうものは絶対手当てをしているはずなので、そうするとまあその自分がここの範囲でやるっていうことを決めた範囲ですよね、まあ、自分がというかこっちで決めちゃうんですけど、決めた範囲を要は確実にやっていけたかどうかっていうことが、まあ、最終的には合否を決めたのかなというふうに思っています。で、衣装法なんかはまあ、択一だからこそより正答率は高くなるんですけども、三女の二っていうのがナンバーワンなんですよ。出題頻度で15年の過去問があったとしたら15回出てるのは三女の二なんですよ。でその次が無効審判なんですね、うん、でこの辺が要はそのツートップって言われるものなんですね、衣装法で。でその辺はもうやっぱりやってるからこそ、うん、やってるからこそできちゃうわけで、で正答率も両方ともまあ85とか91なのでかなり高いじゃないですか。だから仮にこういうところを間違うということになると、やっぱりちょっと勉強してないよねっていう判断になってしまいますよね。だからその勉強してるしてないっていうのは、確かにその時間のかけ方とかそういうもので足りてないってこともあるのかもしれないですけど、やっぱりその勉強法っていうところで時間ばっかりかけてもやってないのと一緒ってこともありますから、そういうことも含めて、まあ、ちょっと今日は勉強法についての話をしていこうかなと思います。で商標右側の方をちょっと見ていただくと、例年よりもちょっと簡単になったんです。ここ 2,3 年はですね、商標の正答率が本当に低くて、去年でもね、ベーシックの方の最高点が54点だったんですけど、そのベーシックの54点の子でも商標が5点っていうような状態で、で他はもう結構8割9割取ってるような状態だったんだけど、商標だけはちょっとね苦戦してたんですよね。でもっと言うと、その結構他のところで点数取れてても商標だけで足切られたとか、まあ、そういうこともあったぐらいの時代がちょっとね、こう続くのかなって見てたんですが、まあ、今年を見る限りはそうでもなかったし、で見て分かるようにそんなに奇抜なところからは出てない。で最近のトレンドとしては3条とか4条のその条文のところから審査基準の細かいところが出ていたんですね。でそれが今年はちょっとなくなったかなっていうのがあったので、まあ商標は比較的解きやすくなった年ですね。でまあ来年もちろん試験も変わってくるしわからないんですけども、そういう感じがしています。で今私論文の直前期なので、論文で出る論点の山当ての道場を担当してまして、で試験のこう、ね、論文とかも読んでいるんですよね。どういうことに最近こう興味を持ってるかとか、どういう専門なのかとか、その先生方 の, いろいろ経歴とかも調べて対策をしてるんですけど、試験員の任期ってだいたい2年なんですよ。で1年目は採点しかしなくて、だいたい2年目のところで問題作成に関わると言われているんですね。でそうするとちょっと絞れるんですよ、その公表されている試験員の先生から今年問題作る人たち。でその絞った人たちのメンバーで見ると、あちょっと納得感があるなっていう今年の担当本誌の出題傾向があって、例えば特実だといきなりこうなんていうかな、特許後のところの問題も結構あったんですよね。で審査官とか本当に実務科の先生が多い年だと処理系の問題が多くて、特許後の侵害の問題とかっていうのは結構薄かったりするんですけど、今年はまあ割とそういうところが厚めに扱われていたっていうところは、試験の先生方がやっぱりその裁判官上がりだったりとか、あと実務科の先生だと言っても弁護士弁理士の先生が多かったりとか、そういう年なんですね。でそうするとやっぱり興味があるところは審査段階ではなくて権利化後のところになりますから、まあ、そういうところの傾向が出たのかなというふうにも思ってます。で衣装に関しては主要なメンバーがあんま変わってないんですね。そのメンバーの中でも力関係が実はあって、発言権が強い先生とやっぱり弱い先生がいるんですよ。でやっぱその合格年度とかにもよるんですけど、やっぱり日頃から大学の教授とかされていたり、大学でこうね授業を持たれている先生とかはやっぱりいろいろこう試験に対する慣れとか、いろいろこう出題こういうの出したいっていうのがやっぱ終わりなので、そういう先生方がやっぱりこう発言権がやっぱあるんですね。で衣装はやっぱここ何年もそういう先生が実はいらっしゃるんですよ、衣装と商標は。
だから、まあ、出題の傾向をどういうところから出すかということは変わってないんですね。で、変わってないからこそ、まあ、ちょっと扱いやすかったのもあって傾向も読めますから、うん、それで、まあ、特に受講されてた方に関してはやりやすかったのかなと思ってますね。で、商標も同じくそれちょっとメインになる先生がいらっしゃるんだけども、やっぱりちょっと去年の正答率とか一昨年の正答率を見るとさすがにちょっと難易度は下げないといけないかなと思われたんじゃないかなと思ってますね。だから出題の男のテーマもありふれたところからは出ているんだけども、ちょっと細かさのところで難易度を下げてきたかなというような印象です。で、条約なんですが、まあ、皆さんちょっと見てねびっくりされないかなと思うんですけど、 PCT5 問出てるんですけど、5問中4問がこの中に入ってくるんですよ、ね、それってどう思います？まあ、ベーシックの方はね、PCT がどんなものか、どんな厄介なものなのかっていうことがまだちょっと未知の世界だと思うので、まあ、分かんないかもしれないんですけど、中上級の方は分かりますよね、 PCT がどんだけ厄介かっていうのは。で、なんで厄介っていうふうに言うかっていうと、まあ、とにかく細かいんですよ、 PCT って勉強し始めるとね。で、本則だけじゃなくて規則っていうものがあって、本則の、まあ、倍以上 の量の規則っていうところまでやらないとできないんで、 PCT は攻略できないし、で、出題されるところってやっぱ規則からの方が圧倒的に多いので、そうするとやっぱり規則までやらないともう全然ダメだよねって話になるんですよ、うん。で、それにもかかわらず5分の4ここに上がってくる、しかも一番高いところで、いくら択一とはいえですよ、 PCT がね、でも 70% 以上のものが2問入ってくるっていうのは、まあ、受験生にとっては結構なんか朗報というか嬉しいニュースだと思うんですけども、まあ、我々にとっては、あ、そういう時代が来たかなというふうに思っていて、で、どういうことかというと、だいぶこう対策が絞られてきたんじゃないかなと思ってるんですね。で、出されるテーマ その予備審査が2問入ってるんですが、国際予備審査っていうのは最も品質度が高いテーマなんですよ、 PCT の中で。絶対出るよと、出ないとしないよって言い切っていいぐらいのテーマなんですよ。で、やっぱり出るところをしっかりと対策してきたので、こういう結果が出てきたのかなと。で、PCT に関してはやっぱりみんな厄介だけど5問出ちゃうんで半分 PCT ですから、やっぱりやらざるを得ないっていう、もう覚悟が受験生の中にはやっぱりもう根付いてきたんですよね。だから我々もやっぱり講義の中で PCT をメインにやっぱ扱ってます。で、ベーシックは条約がまあそうは言っても5コマなので、その中で全体の条約をやらなければいけないから、ある程度ちょっと受験生にとっては 不安というか負担があると思うんですよね。でも中上級のこの担当のコースだと、私のクラスは条約7コマなんですよ、うん、だからかなり条約を手厚くできて、その7コマの中のやっぱりその、うん、半分に近いぐらいの時間は PCT に使うんですよね。まあ、それは出題が半分出されるんだから、そういう割合からすると当たり前だと思うんだけど、やっぱりその PCT はかけた時間分点数が上がりますから、まあ、そういうところでもその PCT に対する対策、だって条約って PCT さえ5分の4取れば、これでね4問取ればもう足切りは確実に回避できるわけでしょ。で、これパリもね割と正答率高いんですけど、いくつあるかでこの正答率ですから、かなり簡単だったんですよ、うん。で、今年何が足引っ張ったかというと、条約はトリップスですね。トリップスが難しかった、うん、で、トリップスでやっぱり正答率を落としてしまったので、まあ、ここに上がってきてないですよね。で、トリップスも毎年必ず2問出るんで、対策ある程度やってると思うんですけど、トリップスでね後ろの方が出たんですよ今年、うん、2問ともね。で、そうするとやっぱりちょっと苦手なところだったのかなっていう感じなんですけど、条約はもうやったらやっただけの結果が出る法域なので、逆にあんまり失敗したとしても、今年仮にね皆さんの中で失敗された、条約で失敗したわっていう人がいたとしても根深くないです、原因は。簡単に上がると思う。ちゃんと時間をかけてやらなきゃいけないテーマを絞ってやれば簡単に点数が上がるので、もし条約に関して不安があったとしてもそれは大したことないです、うん。で、最後のね、もう不調はもう寝ててもいいぐらいですよね。そんなね難しい問題もう本当出ないんですよ最近。本当に優しくて、で、入門だけで解ける問題がこんだけあるわけですよね。正答率の高いものだけでもこれだけあるわけだから、
あんまりどうかなと思いますよね。ただね、私ちょっと個人的にどうかなと思ってるのは、府庁って言っても府教法と著作権法は55なんですね、出題範囲が、出題あのものが。でこれ見てもらったら分かるように44なんですよ、府教法と著作の50パー以上のものが。で確かにトップは府教法になってますけど、でもその後ろは著作ってきてるでしょ、うん、一般に言うと受験生の大半は著作よりも府教の方が好きなんですね、条文数が圧倒的に少ないので、うん、著作は条文数がすごい多いから、受験生の方はある程度ちょっと時間かけなきゃいけないし、そこまで手が回りませんでしたって結構著作は言われるんですよ。でも府教に関しては条文数少ないから、まず苦手だっていう人はあまりいないし、そこまで手が回らなかったっていう人はほとんどいないんですよ。それなのにこの半々ってことは、うん、やっぱりその著作に関しても PCT と同じように範囲が広いんだけど、ある程度絞って対策ができた結果なんじゃないかなと思ってます。だから、まあ、条約府庁の下三方のところはですね、ちゃんとその時間をかけてやれば、うん、できる。そんなにそのなんていうか傷は根深くない、原因は根深くないかなと思ってます。で一方でやっぱり皆さんが早い段階でやっぱり対策を立てていかなきゃいけないのは上4法で、で上4法の目処をやっぱり年内につけられるかどうかが、下3法をたっぷり後半時間をかけて、まあ、取るべきところでこうやって取れてくるかどうか の境目になるんじゃないかなと思ってます。なので、まあ、特にあのスケジュール感としてはまず年内、そして年明け、そして4月5月の直前期というこの第3期までに分けてちょっと考えていきたいと思いますね。はい。で、全体のちょっと公表のところですが、3ページのところに特実に関しては、まあ、20問中11問が 50% 以上の正答があると。で条文の少し細かいところまで出願されているということと、で逆に基本書や審判便欄からの出願はあまりありませんと。で幅広く条文を拾っているイメージですということなんです。だからうまく条文を使いながら、その難易度を保ちながら問題を作ってきたなっていうような印象で、いろんなところをこう浅く広くやってきた人にとっては苦しい戦いになったんじゃないかなと思ってます、うん、だからよく合格、合格じゃない、試験が終わって相談会ってこうずっと今やってるんですけどね、やってる中でちゃんとやっぱり条文の読み込みができてなかったので今年ダメだったと思いますって自己分析されてこられる方がやっぱり多くて、やっぱりなんとなくでは解けない、そういう甘い試験ではないということを、まあ、再認識したという声が多かったです。で特に今年はやっぱそれを感じたのは、その基本書からとか審判便欄からとか多少は枝レベルであったとしても、そんなにやっぱりそういう問題は多くなかったので、うん、やっぱりその条文レベルできちんと詰めていくということを、まあ、必要性をですね感じたんじゃないかなと思っています。でただね、衣装法なんかでちょっと顕著だったんですけど、衣装法の問題の中に枝レベルでジュネーブの特例が出題されてたんですよ今年。衣装法って、まあ、難易度がやっぱりちょっと維持するのが難しいっていうところがやっぱあるんですよね。ちょっと簡単すぎるというか、で例えばこれ秘密衣装の問題ってね、まあそれでも五子択一だし、今回秘密衣装の問題って確かね 86.3% だからかなり高い正答率ではあるんだけども、見ていただくと1から5枝のこの5番ですね、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定するっていうふうに書いてあって、条約絡みの問題が普通の秘密衣装の問題にこうやって入ってきたんですよ。でこの怖さって分かります？1問例えば衣装法の10番目の問題がジュネーブの問題だったとして、自分がジュネーブやってなかったとしても1点しか失わないでしょ、うん、でもこうやってバラバラに入ってることで、秘密衣装やってたのにこれ入ったために間違うってこともあり得るわけなんですよ、うん、でまあ、他のところもそうで、例えばこれ分割変更の問題なのにここまたジュネーブ出てるんですよ。
で分割変更の問題って難しくないんです。普通で出ると割と正答率高めの問題が多いぐらいでそんな難しくないんですけど、ここで手当てしてきたつもりなのにここで引っかかっちゃってみたいなこともありうるんですよ。でそういう怖さがやっぱり衣装法には今回あって、ちょっとその条約は固めてよっていうふうにね、こっち側からすると言いたいんですけど、バラバラにこう枝で出してくるっていうことが見られたんですね。でそれで多分難易度を調整したんだと思うんです。簡単すぎることがないようにしたんだと思うんですよね、うん、で五子択一だったらいいんですけど、今後これが慣れてくるといくつあるか問題でそれやられると他の枝との関係で切れないんで、やっぱりもっともっと正答率を落としてきますから、うん、そういうちょっとこうなんていうのかな、難しくないんですよ。ジュネーブのところも条文レベルなんですけど、ただテーマ的にちょっと苦手にする人が多いっていうだけなんですよね。だからその条文レベルのことはやっぱりちょっとこう自分で苦手を作らないテーマについて、それが大事なのかなと思います。でその反対がですね、今回特許法の罰則が、一番正答率高いじゃないですか、 93.6% ですよね。で罰則の問題って数年前にですね、それこそバラ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 出てたんですよ。枝レベルでバラバラに出てて、罰則みたいに今回みたいにボーンってまとまってなかったんですよ。でその時はね、そのバラバラにされた正答率がやっぱ落ちてたんですよ。でバラバラに来るぞっていうのがやっぱそこで経験としてあったので、受験生の方は罰則を捨てなくなったんですよね、うん、でそうするとこうやって固めてくれて、しかも難易度を下げてますから、こうやって瀬戸率が多分高くなったんですけど、これバラバラにばらかすともうちょっと難しい枝でバラバラにするので、そうすると多分ね、いろんなところの正答率に影響するんですよね。そういうふうな出し方もできるんですよ。罰則って結局侵害に直結するから、侵害の問題のところにこうバラバラに入れてくるっていうようなやり方もできるんですよね。だからそういうのでやっぱり難易度を調整してきますから、今ちょっと戻りますけども、その特許の問題に関してもね、やっぱりその幅広く条文を拾ってくる、罰則も出せば料金も出すし、そういうような感じになってくると、やっぱりいろんなことをやらないといけないし、でもそれは条文のところでとどまって便乱とかそこまでを多く拾う必要はないんだよっていうことですね。今年に関してはですけどね。はい、で衣装法に関してなんですけど、衣装はですね、事例問題に触れてないと厳しい、で論文の事例問題に類似しているような問題、審査基準レベルのインプットが必要な問題というような公表を書きました。でちょっと見ていただくと、他の法域に比べればっていうことで、特許もね、そうは言っても短いものばっかりではないんだけども、衣装法の問題ってちょっとこれこんな感じなんですよね。まず3番目の問題は登録要件の問題なんだけど、一つの枝でこうやってちょっと長い感じの、しかも事例項とか衣装衣とか物品、衣装にかかる物品がこうもう明らかにされているような、こういう問題の出し方してるんですよ、具体的な感じでしょ。でこれ問題読んでまず何聞かれてるのかとか、時系図を書いて処理するとか、それって論文でよくやる処理系の問題の対応策なんですけど、それがちょっとこう凝縮したような感じの枝が衣装法で多く出てたんです。でこの傾向はもうずっと続いてますので、今に始まったことではないんだけど、そのちょっと難易度が今年少し難しかったこともあって、これが3条の問題なんですよね。でこれは9条の問題なんですけど、枝は4つしかないんでこのページに収まってはいるんですけど、例えばこれ枝がイロハ2方まであった場合ですよね。5択の場合だともうちょっとこう下にこう来ますから、そうするとこの枝が次のページになって、2ページにわたってしまうということがありますよね。で衣装法の9番の問題も五子択一であるんだけど、もう見てわかるようにこうはこうはこうはって始まっていて事例問題なんですよ。だ事例問題ってことはその論文的な処理、これもそうですね、全部こうは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 って書いて最後の枝だけがちょっとこう簡単になってますけど、事例問題にやっぱり慣れて処理ができるようにならないと衣装法は難しいと思います。時間をそこで変に食ってしまうってこともあるし、間違ってしまうってこともあるので、きちんと事例問題を解いていくっていう練習が必要ですね。
でそのためにはやっぱりその論文の勉強を分けて考えないってこともすごく大事で、特にこの3条の2とか9条とか登録要件の判断はもう論文の問題と直結なんですよ。だから論文の答練でその判断を誤った場合には担当で1点失うとと全然違いますよ。それだけで落ちますからね、うん、ですからやっぱりその論文をちゃんと書けるようになるためには担当の知識が備わっていなきゃいけないと。でも逆に言うと担当知識がしっかりしていれば論文の通過率は非常に高いのが証明しているように書けてきますから、そこはちゃんと連動してやらないと担当も受からないし、で担当知識ないと論文も書けないしっていうような、ここはかなり連動的な科目になってます。一生が一番だから担当の点数がきちんとできる取れる人っていうのはおそらく論文もちゃんと書ける人だし、でその逆もまたしかりだと思うんですね。担当論文ができないということは担当に問題があるっていうのが一生法では大いにあります。で一生法は、まあ、特にそういうところが多く見られるんですけども、特にですね令和元年の改正法改正とで4月の末にあった審査基準の改定、この、まあ、2つですよね。その2つが、まあ、目下今分かっている範囲での次の試験対策としては重要な観点になります、うん、で一生法大きく変わりますから、部分と全体が類判断の対象になることとかね、まあ、審査基準の改定で、まあ、変わりましたよね。で関連の扱いとかも今度令和元年の改正で大きく変わります。ですからそういうところは特にまあ担当にもこうやって事例問題で出されるでしょうし、影響するんですけども、当然論文にも影響するし、で論文の勉強をすることでこの担当の問題が解けるようになるので、うん、なのでやっぱりすごい大事なのかなと思ってますね。で、まあ、今回のね試験範囲にも実際入ってくるんですけど、例えばその改正対応って言ってもですね、担当の問題で審査基準とか、まあ、そうですね、まとめた何かレジュメとか、まあ、そういうのを見るだけだと、あ、部分と全体って類比判断の対象類似することがあるようになるんだっていうことが、まあ、バーンと入ってくるわけですよね。だけども実際今の現行の審査基準を見ると、例えば椅子の背もたれの部分に対して、じゃあ対椅子、うん、これじゃあ類似するんですかっていうと違うんですよ。そういうことじゃないんですよ。部分と全体との類比判断も、ベーシックの方はちょっと衣装やってないからまだちんぷんかんぷんだと思うんですけど、4つの要件があります。部分衣装の4要件というのがあって、この4つのまずトップバッターは物品の同一類似なんですね。で2つ目からは衣装登録を受けようとする部分の用途機能で、衣装登録を受けようとする部分の形態で、衣装登録を受けようとする部分の全体に対する位置、大きさ、範囲なんですよ。で、今回審査基準の改定で部分と全体が類似することあるよっていうのは、あくまでもこの4要件を満たしたものしかならないんですよ。で、物品はこのケースだと同一になります。椅子同士になるのでこれクリアします。で、衣装登録を受けようとする部分と全体衣装の用途機能だから、こことここを後のこの3つは見るんですよ。少なくとも、まあ、位置大きさ範囲は全体における位置大きさ範囲だけど、用途機能と形態はここ対ここで見るんですよ。だから背もたれの用途機能とね、椅子全体の用途機能は全然違うし、ましてや形態も一見して違うってこと分かりますよね。だから単純にこれ類似するなんて言えないんですよ。だからそのましてやじゃあ背もたれの部品との関係だと、もう1個目の物品自体違うからね、こっち椅子対これ背もたれですから物品自体もこれ違うので1個目の要件で切れちゃうんですよ。だからこのケースは両方ともこれ比類似なんですよね。両方とも比類似になっちゃう。
ですよ。で、今回の審査基準の改定で言っているのは、部分と全体のその実践部と派遣部の差が、例えば、椅子だったとしたら、そうですね、実践部がほとんどで、で、まあこう、例えば、あ、こういう椅子があったときに、どうしようかな、これを部分衣装として、部分衣装として、まあその肘掛け部ですよね、部分衣装としてこういうふうに図面描いたときは、ここが衣装登録を受けようとする部分になるんですよ、実践部が。で、破線も含めた全体が、要は、まあ、その部分衣装の開示範囲ってことになる。普通だとね、逆なんですよ。肘掛け部に、肘掛け部に特徴があるからっていうふうに、こういう出し方をするの、普通は。普通はこういう出し方をしたら、あ、ここに特徴があるからっていうことで、椅子全体のここが特徴なんですっていうふうに言えるんだけど、でもこういう出し方をすることを禁止してるわけではないんですよ。で、そうした時に、じゃあ旧審査基準だと、この肘掛け部だけを除いた椅子の出願があった時に、単純にこれは部分で出してますっていうだけで救助の判断をしなかったんですよ。もう形式的に部分と全体だっていうだけで救助の判断をしなかったの、今まで、で、なんならこっちが先でこっちが後とかだったら両方とも登録になって、で、しかも3条の2でも拒絶にならないと、結局両方とも正当に登録っていうことになっちゃうんです。でも実際ほとんど一緒ですよね、破線部が小さければ小さいほど。そうすると権利範囲ってほとんど同じになるんじゃないのっていう議論が、まあ、ずっとあったんですよ。こっちのやり方だったら問題ないんですよ。部分衣装は全体に対しての本当に小さい何パーセント以下じゃないとダメとかっていうルールがあったんだったらあまり問題起こらないんだけど、そういうルールがないんで、ほとんど実践でちょっとしか破線部分がないとか、全体と比べた時にほとんど全体衣装と変わらないっていうような衣装が両方とも登録になってしまうってことがあったんですよ。要は法の網の目をくぐったような感じなんですよね。で、それって権利範囲抵触することがあるよねってことでずっと問題視されていて、だったら実質的に見てこれってさっきの4要件全部満たしちゃうんで、物品同じだし、で、この椅子部分の、ね、椅子部分の用途機能とこの全体章のこの部分の用途機能は同じだし、形態もほとんど同じだと、で、1要件3も変わらないってことであれば、この4要件全部満たしちゃうんで、そしたらもうこれ類似だってことでいいじゃないかと、9条で処理すればいいじゃないかっていうふうに変わったんですよ。だけど今私これ椅子で出して具体的にどの部分を実践にしてるかっていうことは表したからなんとなく分かったってことありますよね。まあちょっと初学者の方はちんぷんかんぷんかもしれないけど、だけど中上級の方は多分分かったと思う。あ、そういうことなんだって多分分かったと思うんですよ。ただ例えば審査基準の文字部分だけを見て全然具体例のところを見なかったりとか、テキスト部分、テキストのテキスト部分を見てなんとなく釈子定規に全体と部分が類似する場合があるんだなっていうだけの説明だと、今の話とは全然多分違うことを理解してしまう可能性が出てくるんですよ、でも真実はこっちなんですよね、要は。で、その祖母ってじゃあどこから出てくるのっていうと、やっぱり条文を読んだだけ、テキスト的な文字部分を読んだだけ、ね、青本読んだだけ、それではやっぱり解決しないんですよ、今の衣装法って。事例問題で出てくるし、ね、って論文の問題に似たようなものが出てくると。で、逆に言うと論文はもうそういう出し方しかできないから。例えば、コウさんが椅子のね、肘掛け部分に特徴がある椅子を捜索したと。で、実践部を肘掛け以外のところを指定して出願をし、出願 X を何月何日にしたと。で、そしたら、その後に、その肘掛けをのけた全体章の衣装が出願された。
でその全対象のに対して想定される拒絶理由を述べよっていう問題が出た時に、あこれ4要件で9条ねなるよねと、でそしたら9条1項で拒絶っていうふうな回答が出せるんですよ。で逆に論文でそういう問題を経験してるからこそ、要は審査基準レベルのこういうちょっと変なというかややこしい問題も理解ができるわけでしょ、うん、だからその勉強の仕方っていうのがやっぱりその大事で、ね、全体の部分が類似する場合がある丸×っていう問題は出ないんですよ、簡単に言っちゃうと、うん、でそれを具体的にした問題が出るんだから、やっぱりそこまで理解をしとかないと事例問題で解けない。だから条文を丸暗記したって本試に受かりませんっていうのはそういうことです、うん、その条文の理解をちゃんと落とし込まなきゃダメっていうことです。今日ちょうどベーシックのねあのところで、例えばあの職務発明の論文の問題があったじゃないですか、確認問題の中で。であれって、まあ、従業者がした発明で使用者の業務範囲に属し、で従業者の職務に属することっていうことで、まあ、その3つの要件満たすかどうかの論文の問題でしたよね。で例えばその問題文の中に、まあ、そういうことがあったとしても、自分のその理解の中でね、まあ、従業者はまあ分かると思うんですけど、業務範囲ってどういうことかとか、で職務が現在または過去の職務っていうのが、問題文を読むと単に過去の職務だけど、実際の解釈としては同一企業内におけるっていうことでしょ、あれって使用者変わったらダメですよね、過去の職務っていうのも。でそういう解釈までの理解があるから、あの問題で同一企業内の、要はあれは異動だったわけですよね、部署が変わっただけだから。でしかもその過去の営業部、過去に開発部にいて、その時のその経験をもとに発明をしたみたいな問題だったので、で認定ができたわけじゃないですか。でああいう要はシチュエーションで経験をしていなければ、やっぱりその杓子定規に字面だけ覚えていても結局解けないんですよ、論文は。でその論文に近づいてるわけでしょ、今の担当の試験がそういうふうに事例化して、だったら連動してやっぱり担当も受からないんですよ、うん、だからあのそういう勉強をやっぱり特許でもだからやっていかなきゃいけないし、一生はもうほぼそこなんですよね、今の問題っていうのが。特にその審査基準レベルの細かいとこ出せば出すほど事例化するあの必要があるし、事例化せざるを得ないので、そういう問題にならざるを得ないっていうところがあります、まあ、商標もそういうところにありますけどね。で今年のその商標の公表としては、あの数年に比べるとまあ簡単になっているということで、一方で審査基準レベルのインプットが必要な問題ではありましたと。であとは論文対策を必要とする問題で、どういうことかというとですね、まあ、今年のちょっと本誌に絡むんじゃないかなって予想している部分でもあるんですが、商標の問題でね、今年こういう問題が出されてるんですよ。商標法上の使用または商品役務に関し次のうち正しいものはどれかっていう問題、うん、でこれあのここで回答していかなきゃいけない部分っていうのは、あの全て条文暗記だけで、条文だけでは答えられない問題ばっかりなんですよ。例えば1問目ちょっと見ると、会社の称号の略称について商標登録を受けている場合に、その会社自体の宣伝のために自社の商品や役務が記載されていない封筒にその登録商標を表示する行為は当該登録商標の使用に該当する。わかりますかね。あの会社の称号の略称っていうのは、例えば株式会社東京リーガルマインドっていうのが称号なんですけど、称号の略称っていうのは株式会社部分をのけた部分、東京リーガルマインド部分が会社のその、まあ、いわゆる称号の略称部分になるんですが、その略称で登録を受けてる、つまりレックが例えば株式会社を除いた東京リーガルマインドっていう商標登録を受けてるっていう状態ね。でその会社自体の宣伝のために、あの封筒にですね、東京リーガルマインドっていうふうに印刷をして、まあ、登録商標をこう表示していると。でそれって商標法上の使用に該当するのかっていうことを聞いてるんですよ。でこれ条文としては
今回宣伝のためにっていうふうに書いてるので、まあ、いわゆる広告になりますから、2条3項8号の広告的使用対応になるかってことを聞きたいんですけど、8号ってこういうふうに書いてるんですよね。単純に商品もしくは役務に関する広告、価格表もしくは取引書類に表紙を付して展示し、もしくは頒布し、またはこれらを内容とする情報に表紙を付して電子的方法により提供する行為。まあ単純に広告とかに、まあ、書いたり、価格表とか取引書類ですね、そういうものに付して展示したりっていうふうなことが、まあ、この2条の3項っていうのがですね、使用とは次に掲げる行為を言うっていうことなので、まあ、こういうこの1号から10号までに掲げる行為に該当すれば、まあ、使用になりますよっていうことを書いてるんだけども、実際この8号の使用っていうのはそういう単純なものではなくて、実際広告になってないといけない、宣伝になってないといけないってことで、実際その使い方まで加味して使用に該当するかどうかってことを決める条文なんですよ、うん、例えば、まあ、封筒に、まあ、広告のためにって書いてますよね。じゃあ広告駅前で、広告じゃない、封筒駅前で東京リーガルマインドとしか書いてない封筒を駅前で配布した時に、みんなそれ見て広告になってると思います？要は広告っていうのは何屋さんかわからないと広告にならないでしょ、宣伝にならないでしょ。だからレックはそんな使い方絶対しないはずですよ。どういうふうにしてるかって、多分資格の学校、東京リーガルマインドとかレックとか書いてますよね。つまりレックっていうのは資格の学校だっていうことが分かって初めてレックは宣伝になってるし広告になってるわけでしょ。何屋さんか分からない会社の名前だけ配布しても何も宣伝にならないわけですよ。だからこの条文の中にはそこまで書いてないんだけども、実際広告的な使用対応だね、宣伝になってる8号の使用になるって言えるためには、商品とか役務との関係が実際一緒に示されてなければ、少なくとも間接的にでも表示されてなければ8号の使用とは言えないんですよ。そういう条文なんです、この2条3項覚悟っていうのは。他の条文もそうなんですけども、うん、でこの他のものもそうなんですけどね、例えば2条3項に規定する2問目の問題もそうなんですけど、2条3項に規定する商品の包装は実際に商品を包むものに用いられていない包装紙も含むと。でその2条3項のところにはですね、まあ、こういうふうに書いてあるんですよ。例えば2条3項1号とかで、ね、商品または商品の包装に表紙を付する行為、商品または商品の包装に表紙を付したものを譲渡し引き渡し、まあ、うぬんですよね、書いてある。でこれはどういうものかっていうと、例えば食品なんかが典型的なものなんですけど、例えばパン屋さんに行くじゃないですか。でパンって確かにアンパンとかだと木村屋のアンパンとかでね、こう夜勤で買い、お店のマークとか入れたりとかするものありますけど、でも多分メロンパンとかそういうの見たことないでしょね。要はその上があんまりその夜勤とかに使えないような表面のものだとパンって絶対それ入れれないじゃないですか。じゃあパンのメーカーはどうやって自分の会社の商品だっていうふうに表示してるかっていうと、必ずパン袋に入れてますよね、個別包装してますよね。でその商品に伏せないから商品の包装に神戸屋だったら神戸屋のマークを入れる、山崎だったら山崎のマークを入れてますよね。で私たちが買うときに神戸屋のマークを見たら、あ、これ神戸屋のパンなんだなと思って買うわけですよね。だからその食品なんか典型的なんだけど、ここで言っている商品の包装に表紙を付する行為っていうのは、商品を包んだ包装に付する行為であって、まだ包まれてない包装用紙を、包装用紙に対して包装袋とかに対して付する行為を言ってるわけじゃないんですよ、この条文で言ってる包装って。だからここで実際に、ね、包むのに用いられている包装紙、うん、実際に商品を包むのに用いられていない包装用紙も含むって、まだ付してもないんですよ。その用紙含みますかって、これノーなんですよ。それ含んでないんですよ。でも条文から分かんないでしょって話、実際条文だけだと、うん、でそういう問題ばっかりなの、これって。そういう問題ばっかりなんですよ。でとどのつわりはね、この辺なんですけど、うん、例えばここなんですけどね、
商標法上の役務とは他人のために行う労務または便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものを言うと一般に定義されるので、ボランティア等の無償の奉仕活動も商標法上の役務に含まれると。でこの役務とはっていう問題がこれ出ていて、で5番目は商品とはっていう問題が出てるんですよ。でさっきのね、この1番の問題とか2番の問題はまあかろうじて根拠条文というか条文を解釈する力までなければ解けない問題ではあるものの、一応根拠条文はあるのはあるんですよね。だけどこの4と5に関しては完全にないんですよ。根拠条文がない問題なの。完全に理解してないとダメなんですよ。別途ちゃんと覚えてて、役務っていうのはどういうものか、商品っていうのはどういうものかっていうことをちゃんと勉強してないと分かんないし、で基本的にはやっぱり論文ではこれ普通に書いていくんですよ。論文で商品とは役務とはっていう定義を書いた上で当てはめて、で法上の商品か役務かっていうことを認定させる問題って実際あるんですよ、うん、で例えば今までね、論文の試験でよく出てきたこの5番目に関する商品の問題でボス事件っていうのがあるんです。今年担当では出なかったけども、ボス事件っていうのがあって、ボス事件って何かっていうと、楽器屋さんで楽器を買うとノベルティでボスって書いた T シャツもらえるよっていう風な楽器屋さんがあって、まあ、T シャツは配布してたんですよ。で一方で別 の, 主体でね、ボスという商標を被服洋服について登録をしている商標権者がいた。で商標権者はいやボスっていうものを譲渡してね、被服について使用したものを譲渡してるじゃないかと。で商標の侵害の定義っていうのは、登録商標を、ね、もしくはその類似する商標を指定商品役務またその類似する商品役務に使用することと言うっていう定義取りますから、そうすると登録商標を被服指定商品に付して譲渡使用してるわけなので、形式的には侵害だって言えるでしょ。譲渡すんなとね、別にノベルティだって無償だって言っても譲渡は譲渡なんですよ。譲渡って別に優勝だけを譲渡と言わないので、無償のプレゼントも譲渡なんですよね。だからいや侵害だっていうふうにして差し止めを提起したんですよ。でも権利者負けたんですよ。なんでか、ここなんですよ。商品というのは商取引の目的たりうべきもの、特に動産を言うというふうに定義されると。この問題まだね、定義が問題文の中に書かれてあるのでちょっと簡単なんですけど、商取引の目的たりうべきもの、つまりそれ買うって言って買えなきゃいけないんですよ。それだけを、商取引の目的たりうべきもの、つまり独立取引性がないといけないってことなので、その商品だけ買うっていうふうに言えないと商取引の目的にはなってないんですよ。じゃあその楽器屋さんのノベルティとして配布してた T シャツをそういう状態にあったか、あくまでも楽器買わないともらえないんです。 T シャツだけくださいって言ってもらえるもんじゃないんですよ。それって取引の対象になってない、商取引の目的たりうべきものじゃないんですよ。だから法上の商品じゃないって言ったんです、裁判所は。だから法上の商品じゃないものに使ってるんだから、あくまでもまあ言うなれば楽器へのまあ、広告みたいなもんですよね。ノベルティだから宣伝媒体みたいなもんでしょ、それって。だから楽器に使ってるとは言えても、少なくとも被服に使ってるとは言えないから、だから侵害じゃないって言ったんですよ。法上の商品に使ってるからこそ侵害って言えるんであって、法上の商品使ってないから侵害じゃないって言ったんですよ。でもその前提としてはこの理解がないとダメでしょ。でこの理解というのは今言ったものっていうのはやっぱり論文とかでよく書いていく論点で、まあ、理解をしていくものなので、多分ね今の役務の問題も最後の商品の問題も論文の勉強も並行していて、その暗記に頼らないちゃんと理解をする勉強をしていれば解けた問題なの。だけども実際簡単ではないと思います。で、まあ、そういう意味でまあね、論文対策を必要とする問題が出題されているよってことを、まあ、今回ちょっと公表で挙げたんですけども、商標はねこの点に関しては昔からなんです、うん、条文から出しても、まあ、簡単すぎて出せないっていうのもあるので、審査基準から出します、論文マターで理解を必要とする解釈のとこまで理解できているかどうかを出しますっていうのは普通のことなんですよ。
だからその薄っぺらい勉強だと商標は受からないですね。下手したら足切られてしまう、4点も取れないっていうような状況にあります。であと条約の公表ですが、 PCT の出願範囲は限られているので、まあ絞って勉強してもある程度できる予想の範囲からの出題だったということと、で一方でトリップスがちょっと難しくなったので、トリップスの時間はちょっと増やさなきゃいけないかなと思っています。で著作不況に関してはもう相変わらず優しいですだからもうさっき寝ててもいいよっていうようなことを言いましたけど、いや本当にもう授業を聞いていて、でもうそれだけで普通に解けるし、で全く対策しなかったって言って8点とか取ってくるので、みんな、うん、だからもう全然予想の範囲からの出題ですし、そんなに力入れてやる必要はないかなと思ってます。で全体としては去年よりも難化しつつも、数年レベルで見るとまだ優しい方ですと。であと範囲は広くありません、うん、で予想の範囲からの出題が主になっていますので対策は立てやすい。であと一方で条文を主体に出している問題に関してはちょっと細かいところから出しているかなというようなところが見られました。であと最後に事例対策が必要ということですね。じゃあそういった傾向を踏まえて、じゃあこの来年の試験のためにどういう勉強法をしていくのかということなんですが、うん、まず特実に関しては入門講座の中で相続雑則罰則料金関係はほとんど行いません。でただちょっと見といた方がいいと思うものは入門講座の中で、まあ、相続拾ってますよね。今日も7条とか9条拾いましたし、前回も14条拾いました。でそういうふうにこうちょっとこう関係するものは拾っていってますけども、ただそのレベルで解けるかというと、やっぱり完全にインプットするレベルまでやらないと解けないことを考えると、入門ではそこはほとんど扱わないので、逆に単基礎とか担当実践答練、まあ、今年だと担当知識完成講座になりますが、まあ、それでインプットするということになります。ただここに列記したものに関しては細かいところまではほとんど出ないので、一般的なインプットで十分に対応ができると考えています。で審判とか訴訟では2段階で勉強する方法をとっていまして、入門では流れを、担当の講座では中身を詰めていくっていう形にしています。いや手続きなんで流れが入らないとどの場面のことを言っている条文かわからないので、まずその場面を取れるってことですね。で段階的に、まあ、だから進めていくということと、で審判訴訟の問題でだいたい全体の4分の1を占めますので、4本に対してだから10問前後出るんですね、審判訴訟の問題で。だからここはやっぱり避けて通れないから、入門の段階からある程度やっぱり理解をしておくってことは必要になってくると考えています。で中上級の講座では、まあ、触りのところで一応その流れをやって、でもうちょっとやっぱり中上級なので詰めてですね、細かいところまでやっぱり審判を攻略していくってことをやっていますね。で次に一生法なんですけど、テーマとしては入門講座の内容で十分対応です。テーマとしてなんか細かいところから出るとかっていうこともありません。ただ事例が複雑長文化傾向にあるので、アウトプットも並行してハイブリッドで進めていくことが必要です。さっき言ったように実際、ね、審査基準の改定一つ取っても部分と全体が類似する場合があるって問題が出るんだったらそれで丸っていうふうに覚えとけばいいけど、実際物品が何、ね、実践部分でここ書かれてるってこと出た時に、じゃあどうやって判断するのってこと分かんないですよね。だからやっぱりそのアウトプットをやりながら、うん、これに事例に対応できるようなインプットをしていくってことは絶対に必要かなと思います。であとはやっぱり今年はですね、法改正審査基準の改定ですね、これがやっぱり大きなテーマになってくるかなと思っているので、まあ、今ねちょうどテキストとかもなかなか急に決まったところもあるので、レクの、ね、政策の方でもちょっとあたふたしているようですけども、まあ、私の方でもその審査基準の改定等の改定を、ね、行っています。であと商標ですけども、商標はやっぱり論文テーマ、あと使用商品役務、まあ、今回出ましたけども、その事例化して出題されるものは入門の内容が大事です。入門を覚えることよりも理解することを重視しますが、理解してないと当然解けない問題なので入門がすごい大事ですね。
で中上級ではそこも踏まえてやっぱりやっていきますので、まあ、基本的には同じになるんですけども、特にやっぱり丸暗記をするっていう傾向、癖はついてる方はそこから脱却させるっていうのがやっぱ中上級のテーマかなと思ってます。であとは3条4条とか記載要件は審査基準からの出題が主になるっていうことになりますので、それはまあ、ベーシックの方は担当基礎力完成講座で、中上級コースの方は担当知識完成講座、それで対応していきます。で、条約に関してはですね、中上級は7コマあるって話をしました。で、ベーシックコースの担当の担当基礎力完成講座は5コマっていうことになるんで、まあ、ちょっとそのね、中上級者よりも手厚さっていうのは薄らぐんですけども、ただ入門もありますから、入門でまず概要をつかみ、であと短基礎の5コマで中身を詰めていくっていう感じですね。であと PCT を一応中心にします。半分は PCT なので。だけども今回パリ2問割と優しい問題が出たってこと、ある程度やっとけば取れるってことですよね。だからやっぱパリを大切にするのと、あとやっぱりトリップスは2分の1は取っていきたいなというふうに思っているので、まあ、トリップスのその2分の1を追っていくっていうことですね。で最後の布教法と著作権法なんですけど、布教法に関しては入門で教えることと短基礎で教えることの差がほとんどありません。でもっと言うと中上級者のコースの中で教えることも短基礎のコース の内容とほとんど変わりがありません。逆に言うともうそれが限界なんですよ。それ以上深くすることができないぐらい深くやっているので、だからもう十分かと思います。で著作に関しては段階的に、まあ、対応していくっていう形で、まず全体 のベーシックなところを抑えて、で時間の許す限り細かいところを覚えていくって形になるので、やっぱりどうしても中上級者の方が著作は深くなるんですけど、たださっき言ったようにほっといても8点ぐらい取ってきますので、そんなに深くする必要はないかなというふうに最近は考えています。ただ、まあ、条約にその分ちょっとボリュームを置きながらねやっていくべきかなというところですね。で、まあ、最後にっていうところに、まあ、ちょっと書いてあるんですけど、まず一つはですね、担当試験というのは、まあ、時間勝負というところがあります。でただそれは条文の読み込みを中心として、で過去問なんかでちょっと解放力をつけていくっていう形の時間の使い方になるんですが、やっぱりその失敗の原因の多くはですね、割合だと私は思ってるんですね。アウトプットに時間かけすぎなんです、受験生の大多数の方は。アウトプットではやっぱり条文の細かいところの読み込み入らないんですよ。やっぱりもう真正面切って条文に付き合うしかないんですよ、条文の読み込みっていうのは。なのでまあ、ベーシック用と中上級用でちょっと違うんですけど、うちのクラスだとこの N プロシートを使っていきます。条文のどの部分をインプットしていかなきゃいけないかってことの指示シートなんですけども、やっぱり地道に、まあ、もちろん優先順位をつけながらやっていくってことが大事で、でそれが初学者の場合は全体の7割の時間、中上級の方は8割の時間をそれに当てるべき。つまり何が違うかっていうと、アウトプットがちょっと中上級は少なくなってますよね。だって中上級者って前の年度に過去問なり担当実践答練なりアウトプットやってますから、解放力とかその解放の勉強っていうのはできてるんですよ。でただ単にやっぱり自分のなんていうかモチベーションの維持というか、ひたすら条文読んだりインプットは辛いんで、ちょっとたまにアウトプット入れていくことが自分をごまかしながらこう続けさせる秘訣だから、だから使うだけなんですよ、アウトプットは。だからそこに主を置くべきではなくて、限りなくインプットの時間を強くすることが今の本質では絶対大事です。で、今直近で平成30年の合格者と私対談しているものが YouTube とかにアップされているの見たことある人いらっしゃるかもしれませんけど、彼ほとんどやってないんですよね、過去問、まあ、やる時間がなかったっていうふうに言ってたんですけど、私は1週間のスケジュールで皆さんのモチベーションの問題もあって少しアウトプット入れてるんですけど、これ1週間のスケジュール毎週配ってるんですね。で短基礎の方用に、そして中上級者の方用に別のスケジュールを出してるんですけど、これまあ短基礎用のものですが、ちょっと過去問の指示をやってるんですよ、この中でもね。
この過去年度書いててやってるんですけど、その一発合格の彼はほとんどここまでできなかったんですって。まあお仕事も忙しかったっていうのもあると思うんですけど、だけどもインプットのとこは全部やってたって言ってたんですよね。だからその私がちょっとこう気休めっていうかモチベーションの維持っていう部分もあって最後まで過去も入れてるんだけど、結局そこの部分を除いても十分に45点以上取ってこれるってことなんです。で、時間がないときに逆の対策を取ってしまう方が多いです。時間がないから過去問だけはやろうみたいな変な方向に向いちゃう人がいるんですけど、時間がないから過去問を省こうなんですよ、正解は、条文を読もうが正解なんですよ。で、そこを間違ってしまうとやっぱ結果は出ませんので、それがまず一つ目ですよね。で、条文の読み込みだったらやっぱり10分あれば、ね、3条文ぐらい読めるし、20分あれば、ね、5条文10条文読めるわけだから、細切れの時間をやっぱり大切にコツコツやる人がやっぱ担当は強いかなと思います。で、次に括弧2のところですが、条文プラスアルファが試験範囲と言ってもほとんどが条文からの出題なので、プラスアルファをそんなに意識する必要はありません。まあ、意匠法とか商標法の審査基準ぐらいですね。で、まあ、特にその改定がありますから、まあ、そこも踏まえてということなんですけども、ただやっぱり全体的に受験生に言えることは完成度が甘いです。詰めが甘い。そのために全然点数が取れてないね、喋ると質問に来られると、あ、結構勉強してるなっていう印象があるのにもかかわらず、聞くと割と知ってるにもかかわらず点数が低いんですよ。で、そういう人たちっていうのは何かっていうと、やっぱ爪の甘さなんですよ。条文ちゃんと読めてないんですね。今日ちょうど、ね、17条のとこの条文のところでテキストがちょっと曖昧だったから、私ちょっと修正入れようねって話しましたよ ね。補正命令することができるのか、しなければならないのかね。あそこだけでもやっぱり一つ取っても、まあ、なんとなく補正命令が来ることは分かってるし、誰が打つことかでも分かってる。で、17条の参考覚悟の内も大体言える。でもそこもう一歩のその爪なんですよ。裁量なのか強制なのかっていうところまでちゃんと読むってことがね、で、そういう完成度をやっぱり高めていかないと受からないよっていうことなんですね。はい。で、3つ目は論文的な勉強が担当知識を増やす、定着させることにつながるということですね。で、それはまあさっき証明した通りで、分けて勉強する人は今の担当試験にはめっきり弱いと思う。免除制度ができてからというもの、やっぱり受験生に対して優しいかというと全然優しくないですね。私たちがね、受験生の時代というのは当然免除制度がなかったので、いくら担当受かっても次の年も担当からやってたんですけど、考えてみればだからこそ論文書く知識も十分にあったし、逆に論文の勉強をするから担当にも生かされるので、そんなに合格経験があればそんなに2年目の担当って苦にはならないんですよ。蓄積もあるからね、論文の勉強をしてれば。だから免除制度が優しいかっていうと優しくないんじゃないかなって正直思ってますよね。特に言ってるのは、まあ、この中にもいらっしゃるかもしれないけど、39点で合格した人より38点で落ちた人の方が長い目で見れば多分ね、早く受かりますよ。39点ボーダーで39で受かってもなかなか論文突破できないし、3試で戻ってきます。だって次の年は39点レベルの知識ないんだから、そのままほっとけば。で、よくね、言うのがね、次の年も担当受かるつもりでやりましょうと。担当試験受験される方に遅れを取らないように、担当試験を受けるつもりで、ね、受験勉強しましょうというふうに言うんですよ。でもそんな気持ちになるかっていうと、それはちょっと建前ですよね、やっぱり。なかなか難しいですよ、受けもしないのに受かるね、受けるように勉強しましょうっていうのは。だから38年で落ちた人っていうのは当然担当の勉強するわけでしょ、次の年受けなきゃいけないから。で、そこからのスタートで、ね、次の年の担当に挑み、当然まあおそらくちゃんといけば45点以上取ってきますから、その年の論文をそのまま突破する確率は高くなりますよ。だけど一方で39点でギリギリで受かった人はその年の論文はほぼ受からない。
ってことになると、次の年の論文を受けるためには担当知識をもっと自分でやらなきゃいけない。試験受けないんだけども、試験受けないってことは担当の講座も取らないでしょ、当然。で、取らないと自分でやらなきゃいけないんだけど、なかなかやりませんよ、そら。だん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 知識レベル落ちていって、その状態で2年目の論文受かるんですかって話。だから免除を切れて三振で戻ってくる方って本当に多いんだけども、聞くと大体ボーダー付近で突破しましたっていう方ですね。だからどっちがね、本当に優しいのか分かんないですよね。私は担当受験をすべきだと思う、でそのままやっぱりその年に合格するのが正解だと思う、一期合格で。でそれがやっぱり皆さんにとってもいいし、受かる確率が高いんじゃないかなと思います。で、次に、最後ね、バックアップしていきますということなんですが、今年も中上級のコースを実施いたします。でパンフレットにはまだちょっと告知の関係で載せてなくて、今日ベーシック生にはちょっと言ったんですが、2月には担当ゼミも開講する予定です。担当のゼミですね、開講する予定です。で今年初めてちょっと担当のゼミを開講させたんですけど、ゼミ生からの合格率が非常に高かったので、今年も担当ゼミのオファーが来てますから、私も快諾するつもりでいますので、2月以降のところの開講で日曜日をメインに実施になるかなと思ってますので、1月とか12月とかその辺の告知で募集をかけると思いますが、そこもまだこのパンフレットにはちょっと載せれない情報ではあるんですが、予定しておいていただければいいかなと思いますね。はい、知識の部分で、担当合格するため の, その知識の提供というところは、もちろんなんですけども、私の方 の, やっぱりその指導でやっぱり大切にしているのは、単なる丸暗記とか暗記じゃなくて、きちんと理解して解ける問題というものを増やしていくと。でそうしないと今の本社は今日見せたように対応できないようになってますから、なのでそういうところをですね、重視してやっていきたいなというふうに思っています。で論文はインプットとアウトプットハイブリッドでやっていきますけども、とにかく今のやっぱり本試験というのは問題数が多いですよね、特に特実は。だからその処理スピードとかそういうことも大事ですが、やっぱコンスタントに合格答案を書くためには答案構成で勝負がつきますので、要はどう書くかより何を書くかが大事なんですね、論文っていうのは。ですからもう何を書こうかっていうふうに答案構成で決まるじゃないですか、その時点でもうほぼ勝負は決まるんですよ、ですから、その答案構成をやっぱりシステマティックにコンスタントにいつでもできるようにするってことを重視して、中上級のコースですね、やっていきたいなというふうに思っています。かなり他の予備校と比較したらあまり良くないのかもしれないんですけどもね、他のコースとか他のクラスとかと比較したらいけないのかもしれないんですけど、かなり手取り足取りです。ベーシックもそうなんですけど、ベーシックも1年間終わってみて、多分感じていただけると思うんですけど、この N プロシートもそうだし、スケジュールもそうだし、で毎回ね、今日の演習一つでも追加問題出したりしてますよね。かなりね、手取り足取りやってると思うんですよ。でそれをやっぱり全部ねついてきていただければ、確実に結果出ると私はもう自信を持って思ってるので、とにかく皆さんの方では丈夫な体と時間を確保してもらいたい、もうそれだけですよね。こっちでもプログラムを組んで、これやってあれやってこうやるのよっていうのはやりますから、もうとにかく丈夫な体と時間ですね、それを確保してついてきてもらえればと思います。はい、では今日の講義はこれで終わります。